皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンレス速報のお時間です。12月18日、月曜日もウォンレスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンレス速報の後は、気になる経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。私の本解説も最後でやるわ。期待するわん。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンレス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンレス速報、開幕は1300.98。朝から大規模介入でソロウォン離脱。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国証券市場、2023年も残り2週間を切り、ウォンレス速報も12月29日で今年最後となる。30日、31日は土日となる。来年の予定については、韓国証券市場の急上を確認してから知らせるが、今年、最後のウォンレート予想は難しい状態だ。FOMC 終わっても油断できない。それは日銀の動き。円高に一気に触れるなら、ウォンもウォン高になりやすいからな。それでは、今日の日経平均を見ていこうか。日経平均は 32,758.98 円。マイナス211.57円だ。トピックスは 2316.86。マイナス 15.42 だ。140円台に急上昇してから、日経平均の勢いが消えているな。ちなみに、現在のドル円は142円台だ。それではウォン動向を見ていこう。開幕は 1300.98。それではチャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。開幕は1300。そして、今日は肝心のターンだ。朝から大規模介入でウォンを上げていく。これは強い。10時半頃にはソロウォンを離脱。その後、一度は跳ね返されてるが、肝心法で一気に上昇。12時頃には1299ウォン。ここから肝心法で1296ウォンまで上昇。これはなんとか1300防衛できるのか。結果は 1297.2。0.7 ウォン安。1300防衛成功したが、ウォン安だったという。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2023年12月10は、地日の韓国証券市場。コスダック指数 12.65 ポイント、上昇 850.96。終わりね。総合株価指数 3.30 ポイント、上昇。2566.86。終わりね。ウォンドル相場 0.7 ウォン安 1297.2。終わりね。投資主体別売買動向。個人が1406億で、買い。外国人が584億で、買い。機関が2010億で、売り。個人と外国人が買い。機関が売り。韓国債と社債の利回り。国債1年 3.489 プラス 0.005。国債3年 3.281 プラス 0.023。国債5年 3.312 プラス 0.024。国債10年 3.358 プラス 0.026。社債 AA、無担保3年債 4.010 プラス 0.030。社債 BBB、無担保3年債 10.469 プラス 0.032。CD91 日間 3.8300 CP91 日 4.290 マイナス 0.010 今回は韓国債も社債も金利が上がっている。ドル円朝の7時は 142.051。 そこから上がったり下がったりと上下に揺れるのに忙しいが、142円を切ることはない。17時5分には 142.551 だ。気になるニュース。今回の気になるニュースは、日本と韓国の外国人観光客の比較だ。では、引用しよう。2023年12月15日、韓国 e-daily は今年1から10月に、日本を訪れた外国人観光客は1989万人で2000万人達成が、
目前となる一方、韓国を訪れた外国人観光客は888万人に、とどまり不振となっていると伝えた。記事によると、わずか10年ほど前までは、韓国を訪れる外国人観光客の方が多く、12年の訪韓客は1114万人、訪日客は836万人となっていた。しかし、12年の第二次安倍内閣発足を機に、日本に逆転された。安倍内閣は、観光を、人口減と高齢化問題を解決する新成長産業として、観光立国推進閣僚会議を新設した。記事は、観光の発展だけをテーマに、閣僚が揃い協力した。当時、日本が、観光分野にどれほど真摯に、取り組んでいたかを象徴する出来事だと伝えている。結果は大成功で、日本は、15年に、1973万人の訪日客を誘致し、1323万人にとどまった韓国を圧倒した。16年には訪日客は、初の2000万人突破で2404万人を達成したが、訪韓客は1724万人にとどまり、その後も2000万人の壁を越えられずにいる。韓国も、13年に、当時のパク・クネ大統領が13部ところの、長官、次官を集めて観光振興拡大会議を主催したが、これという政策は出せず、頑張りましょうとキャンペーン的なメッセージを出すレベルに終わったという。日本が目標や細部事項を決め、総力戦を繰り広げたのとは、対照的だと記事は評している。専門家からも、日本の成功から学ぶべきことは学ぼうとの声が上がっているという。この記事に、韓国のネットユーザーからは、韓国内、全国どこも同じ。衛生不良、掃除が行き届いていない、商売人の服装も、非衛生的、購入する価値のある土産物がない、特に美しい景観も多くないし、ソウルも地方も、マンション団地だらけで特色がない、多様性のない国。思いやりがなくて、うるさい国民性。ぼったくりと不親切の国。韓国では、ちょっと人気が出ると、すぐに値段を釣り上げる。日本はそれがない。日本は、見どころが多いしサービス精神が完璧だ。日本は、食べ物が最高に美味しい。温泉も素晴らしい。それが、忘れられなくてまた行きたくなる。韓国は、さほど魅力がないから、二度目はいいかな、となる。などの声が寄せられている。一方で、円安だから、日本に行く人が大部分なのに、大げさに書きすぎ。日本政府の政策がいいから日本に行くわけじゃない。安いから行くんだよ。今は、タイより物価が安いからね。本質は円安だから。この記事はそこに触れていない。というコメントも見られた。翻訳、編集、終え。この記事は、日本に、韓国が一時的に勝ったとか書いてあるが大嘘である。これは、トランジットを含めた数だ。トランジットとは、飛行機の乗り継ぎをするために、経由地の空港に一時的に立ち寄ること。つまり、韓国の空港を経由して、どこか別の場所に行く数値も含めているのだ。だから、韓国が日本を抜いたことは一度もないぞ。ニュースは以上ね。ここからは、愛犬のチョニー先生による音同行ね。前回、見事のソロ音期間を当てたわけだけど、今回はどうなの？チョニー。そうね。まずはチャートを見せてワン。はい、こちらがチャートよ。何？この変な動き。これは1300いかない絶対行かせないようにしているわね。だから、死守するんじゃない？一陣バブエドルかけてもいいわん。以上、ジョニーの分析でした。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録もよろしく、ワン。それでは次回。バイバイワン。